ップで、ラップでライブはしない。あ、でけへんわ。できるかでけへんかがでけへんわ。やりましょうよ。やりたいけど、やりたいのはやりたいとは思ってるけど、こうやってやりましょう。やりたいとは思ってるんだけど、でけへんもんじゃない。じゃあ、今日、始まりました。はい、ケイちゃんとてっちゃんの、はい、ケイちゃん、てっちゃんのドン、ドン、ドン、ドンといきます。はい、今日は、何回目、もうなんやかんや、6回ぐらいやってると思います。6回ぐらい、もうあの6回目です。はい、ボリューム6、ボリューム6ですね。そうなんですね、今日は、はい、今日はもう1ヶ月以上やってますね。え、なんやかんやで1ヶ月以上やってますね。そう、やってるよな、もう、毎週毎週やってます。はい、今日はもうバックのミュージックはジミー・スミス、オルガンのね、あ、ジミー・スミス、ジミー・スミスさんのバックで、今日は始めましょう。ドン、はい、始めましょう。始まりました。もうだいぶ寒くなったな。寒くなりましたね。てか極寒なんですけどな、4度とかしかないんですけど、うん、あ、だな、あーあー、どん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 、こんばんみこんばんみです。いやいやいや、どんどんおめでとうございます。どうも、はい、ドンコルヨネの今日話したとこなんでね。はい、ドンといえば、ドンといえば、ドンといえば牛でしょ。牛です。でも牛といえばね、牛飯が今熱い。熱い、80円恵比寿町の松屋、はい、牛飯80円、安い、熱すぎる。買ってきてほしい。どん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 、え、終わりやん。それだけですか。それ何の子、何のあれですか今の。松屋の宣伝して帰りましたわ。ポテトチップスより安い牛丼ですよね。え、そう、それ食ってみたいな。80円、波が80円ですか、うん、多分腐ってるわ。腐ってる。それはあの、いろいろ食品衛生法とかにかかると思うんで。あの、あ、牛飯丼、牛飯っていうことは、あの、牛丼、牛丼頼んだら普通の値段なんですか。80円じゃないんですね。ああ、そうですね、牛丼じゃないんすか。牛丼じゃないですね、そういえば。あ、もうなんか、語ってくださいよ。すごい理屈っぽになるで。牛丼について。もともと牛丼には吉野家に、はい、吉野家のやつの中に裏切り者がおって、こいつがすき家を作るよって。あ、そうです。そうやね、裏切り者。あ、王将とか、あ、王将と変わらないですよ。そうそうそう、前だな。はい、あの、あれもそうですよね、ホットモットもそうですよね。他弁で働いとって、そう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 、独立してホットモットに。そうそうそう、あれめっちゃうまい、うまかったわ、これだ。ホットモットですか。ホットモットめっちゃうまかったっす。最近進出してますよね、ね、あれ、おいしい。ホットモット話しねえと俺もええわ。いや、あの、聞かせてください、牛丼の歴史を。ああ、牛丼の歴史を。牛丼の歴史を。牛丼はそれで、あの、好きは分からないけど、はい、この、ここは全長グループで、あ、こいつらエグい。エグいんですか。だから、ココスとか、はい、あとは、あの、どこやったかな。中尾ですよね。中尾、そうそう、中尾とか、ね、そんな、もうちょっとあの、中尾は、もともと弁当屋やねん。はい。あ、そうなんですか。もともと古い弁当屋やねん。弁当屋なの。吉野家よりも古いかもしれんぐらいの。でそこで牛丼みたいなのもあったわけで、立ち食いうどんみたいなことをやってたとこ、はい、やねんけども、こう、あの、吉野家のブームにあやかってちょっとこう、ちょっと牛丼屋風でちょっとこう、ちょっとこう、あそこでもうどん出してますもんね。出してるでしょ。あ、そうですね、親子丼とかありますもんね。そうやねん、最近吉野家が、もう、あの、メニューがもうわけわからんぐらい増えて。そう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 、わけわからん。あれはどうかと思うんですけどね、僕も。で、またあの、牛鮭の鮭うまい。あ、鮭がうまい。あの、あれ牛鮭定食うまいっすね。どこでも釣ってきよるんか知らんけど、めちゃめちゃうまい、あれ。そうやねんけどな、何役ではな、はい、すき家、あ、やっぱすき家落ちますか。1年中250円やねん。1年中250円やねん。そこの店は安いっすね。そうやねん。吉野より全然安い。他の時はたまにやりよるやんか。あ、そうですね、うちは年中やってます。年中やってる。再三合うんかな。他の店の立場がないという。いや、とんでもない歯肉使ってるんじゃないですか。多分だから、そこだけ肉ちゃうんやわ。あ、店、あの、日本は違うんですか。あの、エビションのとこは。いや、だから、やっぱりあの、工場から出荷ロットがあるから。はいはいはい。それで、あ、足元これ出し、出し、期限切れるわ、それを好きやります。はいはい、で、80円もて80円。250。あ、それ松屋。松屋はどういう手伝うてんやろな。今日だけなんですか、それ。え、80円なんか行列できてたから、本日って書いてたから、ね、本日、あ、本日特別セールみたいなのが出てたから、多分なんかあの
在庫処分やろね。在庫処分。そうじゃないかもしれんから言うとあかん。牛丼の在庫処分って。そうか、あの。いやでもね、あのね、あのね、三角公園あるじゃないですか。はいはい。あの西成の三角公園。あ、西成の方の三角公園。はい。あ、このホルモンが100円で売ってんのよ、一皿。ああ、売ってます。水筒も100円で売ってますよ。これどない考えても喧嘩超えとるやんっていう。何のホルモンやねんっていう話ですよね、やっぱね。怖いよ。だから掘ったもんを拾ってきたやん。ホルモン、正真正銘のホルモン。ああ、正真正銘のホルモン。正真正銘のホルモンが食えるわけ。そうそうそう。いや、三温にもあってんやんか、はい、ホルモンやかな、はい、そのジジイがおってな、はい、そのジジイがな、はい、ここになロープあんねやんか、はい、短い、はい、30センチぐらいの、はい、ここに焼き台あってな、はい、ここをいつもこうやって持っとんねん、はい、ジジイがなそれ持ってなんか倒れよんねんバランス的にジジイだよなお前そんなジジイやってんバランス的にね、ホルモン3本持っとかなあかんねん。ほんで、はい、ほんで、ほんで、そのおっさん、なんか、のず締めとって、はい、ああ、もうあの状態やから、はい、もうそうはしゃあないわなと思っとって、はい、ほんなら、開いてて、パッて、と思って、そんなババアおってやん。ババアおって、はい、ほんで、まあ、とりあえず、焼酎言うたら、はい、ちょっと待ってやー言うて、はい、なんか訳の分からんな一升瓶でもないねんかドブロックやなんて言ったんやかな自分で作っとるやつねじゃあ分からんじゃあ水差しみたいなやつのむっちゃ古いむっちゃなんか安物臭いななんかそれ自分で作ってるんじゃないか分からんねんけどそれああ言うてくれてパッタッこれ飯終わるこじゃん公共用アルコールなんかいたと思うねんかいたと思うよなんでやべえと思うんだけどそんなん言われへんからあえて見たらホルモン以外にミノとかあんねやって言って、はい、ミノとかあんねや言うたらミノあちょっと待ってちょっと待ってってちょっと待ってやって冷蔵庫見ようねあ、いけるわやで。いける。どの意味のいけるわやねん、それほんで。どっちかなぁ。いけるわ在庫あるわという意味なんか。ギリギリ出せるわという意味なんか。あ、いけるわ言うとったら食いよるわという意味なんか。もう、曖昧な返事ですわ、だから。もう全てを兼ね備えた返事ですよ、それ。いけるわいうのはもう、全てを兼ね備えてるんですよ。怖いやろ、でも。っていうか、そのお店に入ること自体がすごいと思うね。まず、いけるかいかれへんかから始まるんだよね。なあ、今日はいけるかいかれへんかから始まるんだよね。まあ、そのために置いとくなや界隈の店はもうそんな感じ、ね、に変えてくれやったら。ちゃんと毎日いけるんで、もうそれ置いとけ思うねんけど、あ、いける場合で気持ちを出してくれて、食うた、一口食うた瞬間、もう出すわけにいかんやん。なんかこう、なんていうの、体が感じるやん。あかんっていうの、あかんっていうの、あかんっていうの、その時に、出すわけにいかんから、焼酎ガーッ飲んだんすか、アルコール消毒、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 アルコール消毒、飲み込んで、一口だけ。あ、これ持って帰ったってうちの嫁はんが好きやねお持ち帰りしたって気遣ってほんでうちとこの嫁はんと一緒に行ったことあんねんそのじじいの時になほんで嫁はんに持って帰ったっておーあこのホルモンやっとったぞってうっそやーってめっちゃ喜んでうちとこの嫁はんなんて意外なんでも辛抱して食いよんねんかめっちゃらやねんか食うた瞬間うわー言うて何食わすのあんた言うてむしろやろ、そやろ、もう便所に掘れ、便所に掘れ、便所に掘れマジな話です、これあ、ごめんなさいね、ねいやいや、全然大丈夫ですこれ、どこの店か言えません、こんな三角公園界隈ですよね界隈で界隈三王に、あ交換とこ三道の交換とこあんま言うたらあかんもんそれ以上掘ったらあかんもんこの話まあ僕もあの界隈には馴染みのお店があるんであれですけど三王はすごいよ
すごいですね。あのあの辺の町はもうびっくりするもん。びっくりしますね。びっくりするもん、あの辺の町、ね、知ってますか、山王って町。一度行ってください。はい、ボードアリーノ、ジョローガリーノ。何でも揃ってる。何でも揃ってるねん。あっこはな。実は僕、うん、昔、うん、日雇い手帳作ったことあるんですよ。いや、日雇いとった？え、あぶれ手帳持ってたんですよ、実は。あ、そうなんや。はい。まあ、あの、いや、そうです。1枚、印紙貼ってもらって13枚で7500円もらえるんです。いや、今のは皆さん何にもなかったですよ。ピーッて入る。下道すぎる。下道すぎる。今日の放送で、あそこでアイリンセンターで作るんですよ、あのあぶれ手帳。そう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 、知ってるよ。あの奥でなんかやってるなんかラーメン屋さんがあって、それが赤井秀和の同級生なんですよね。あ、そうなんや。インスタントラーメンを200円で作って売ってるっていう。ほんなら何も分かんねん、いっぱいで。まああれ一袋30円ぐらいじゃないですか、原価。多分30円170円ぐらいの上がりっすね。まあ売るの大変ですけどね。まああそこで PV も撮っとったな。ああの例のそうそう、慎吾さんあれは。うん、かっこいい PV やったけどな。あ、そうなんですか。うん、そう、あドーンさんありますね。看板もガーンあるし、ね、負けないっていう、うん、ね。見ました見ました、誇り。そうですそうです、そうです。なんか、今年の夏、カマソニっていうのやってたらしいですね。あれ毎年やってんねん。あ、そうなんですか、カマソニ。毎年俺よう行くで、あれ。そうなんですか。そうそうそう、あれは、ええよ。あれは行ったことあるんですけど。あれな、あれな、ほんまし、あれで俺は慎吾完璧に認めたな。あ、そうなんですか。うん。ええ。盆踊りやねんな、あれ。あ、カマソニの。うん、そうそうそう。で、盆踊りで。冬のは行ったことあるんですよ。なんとか。1月の2日か3日にやってるやつ。やってんな。炊き出しと一緒に。彼を俺はこういう、ほんならあんな、その時のな様子で言うたら、はい、まあちょっと悪いこっち系の、はい、もうあのヤクザさんみたいな人が、はい、周りにおって、はい、ほんで、ヤグラの上、それはもう慎吾のことをどうもええように思ってない、ね、あーらしいですね。僕もちょっとあの飛びたのパレードの裏方の方知ってるんで、うんうんうん、あのあっちの富田の方側を知ってるんで、聞いた話ではあれですね、なんかあんまりその長老方はよく思ってなかった。なかったで、分かってはなんとか新しい風をっていうので、そう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 、ああいうのして、まあちょっとこうね、新陳代謝じゃないですけど、うん、ほんだからな、そういう悪い人らも言いながら、ほんで櫓の上に子供がいっぱいおんねん。そうなんですか。盆踊りやからな。ああそうです、ね、櫓の上で、まあ、健全なものですもんね、盆踊り自体は。だからあいつ下、櫓の下ではあいつなんやねんなってて、あ、櫓の上では子供がシンガーなってて、この差。ほんでライブ出てきて、はいはい、あいつなんかちゃうなぁ。でもおじいちゃんとかが信号言うてましたよ。そう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 、言うてるやつもおるし、もう反感持たれてた。だからやっぱね、まあまあまあ、あのそうですね、やっぱそんだけな、こう有名になるとかいろいろあるんやけども、はいはいはい、その10人好き言うことはないからね。まあまあまあ、そうですね。まああとあれですよ、見せ物にされてるって感じもあるみたいなんですよ、うん、その人らからしたら。なるほどな。わしら使ってなんか AO にしとる。いや、そんなんちゃうねんで。でも慎吾の中は、あ、いや、まあ、分かってますよ、うん、でもまあまあ、周りが、ただその周りもそう思ってる人もおるみたいで、うんうんうん、まあ難しいですよね。そうやな。あのパレードも一旦、うん、ね、あの西成衣装が許可出したのに、うん、なんかやっぱあかんみたいな。まあで、慎吾は俺でもあれはええ活動や思ってんねんけどな。まあ、俺もね、なんかまあ、うん、ダーティーなイメージがやっぱ強いじゃないですか、うんうんうん、そのね、そん中のまたこう、やつはほら、たしき出しもいろいろやったりとか、うん、ボランティアもしたりとか。あ、そうですね、ほんでされてはりますよね。その前からな、はい、そういうボランティアっていう前に人間味があるやつやわ。あ、だから隣の人が足が悪いから言うて、はいはい、買い物行ってんねとか、あ、そうなんですね。そんなんでよう見とってん。は、俺はな、だからすごいですね、うん、そんな。だからなんか訴えるもんがあるから今に至ってるんちゃうかな。あ、そうそうそう、そういうのでな、ちょっとな、俺てちゃんも C 書くわけやんか、はい、な、はい、これ俺のな、この定義があんねん、 C の定義、はい、ちょっと聞いてみひん、はい、その Q
聞かせてください、ぜひぜひ。アーティストというのは 少人数派の集、はい、ことやん、まあ、多いわけやんか、はい、そうですね、まあ言うたら 大人数がおる見てはりますよ見てはりますよ、スイッチャーやっててくださいだからその大人数がおんねんな、はい、ほんで大人数を、はい、あの喜ばす曲か、はい、それとも大人数に訴えてる曲かっていうのが2つ分かれるわけや、はい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 、はい、少人数派が、はい、大多数に対して訴えてるソングが、はい、俺はほんまのやろね、訴えてる方が、うん、受ける方がじゃなくて喜ばす方が、はい、だから言うたらな みんなが喜ぶ曲っていうのは、はい、みんなが共感するっていうのを、あ恋愛とかやっぱそういうの、ね、受けるわけやねんな、そうですね、だからもう戦争反対なんか言ったら、はい、もう誰もが普通思っとるわ、まあそうですね、死にたくないですからね、ほんでそんなんみんな誰も思ってることを言うて、はい、受けてるやつと、はい、それとも養鶏の人数にそれ間違ってんちゃうかって言うてる曲と、はい、2種類に分かれるわけや、はいはいはい、C っていうのはな、はい、ほんでまあ受けたいんやったらみんなの共感することを歌え、うん、そうですね、でも、はい、訴えたいというのは違うやんか、まあ人それぞれ違いますもんね、訴える量産、そうですね、だから一般的に普通とされてるっていうのの中に、はい、だいたいこれが常識っていうのを覆すような歌、はい、それ常識じゃないよって、その常識おかしいよって、あそういうのが俺はリアリティがあるように感じるんやね、あそうですね、もう戦争反対なんか言うと誰でもそんな思ってるわそんなもう 今更歌うなみたいな、そうですね、まあ、ジョン・レノンの時代から言われて歌われてきてるもんね、もうみんな一人一人それ思ってるやろもう、はい、うん、だからそうです、ね、アーティストやねんから、はい、まあ言うたらな、その業さんの人数じゃないわけやんか、はい、だから業さんの人数に 何を訴えてるか何を訴えてるか、そこ大切にしてほしいなと、はい、俺はそう思ってんねんな、その 言うべきこと、言いたいこと、そう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 、訴えてるもんがないと俺は本物やと思わんねんな、まあまあまあ、こんなん 俺の独自のあれやけどな独自の査定やけどな、まあ、まあそうですね、うん、もう僕、まあ、僕のあれですね、なんていうんですかね、最初は結構その人間が嫌いで、うん、まあ、みんな死んだらいいと思ってたんですよたまに思うよな、みんな死んだらいいっていうもう僕子供の頃の夢はもうあれですからね、人類滅亡ですからね、夢なんそれ夢というか、将来自分がすべきことみたいな、滅亡させたんねんと、一生懸命勉強してまずどうしたらいいやろって学者になって爆弾を作るっていうでもそれは現実味がないと、だ現実的にどうしたら世の中をめちゃくちゃにできるか、ああだか勉強して官僚になって、ああでそっから政治家になるっていう、だからそうしとんねんよみんな官僚はな、官僚はな、だからそ、うん、同じ気持ちや、まあ、一生懸命勉強したんですけど、うん、お金が家になさすぎて大学受験すらできないっていう受験料がなかったんですよしゃあないな、だからもう、うん、とりあえずじゃあほんなアジトなのか言うていや バイトしてお金貯めて大学行こうと思ったんですけど、1年間やってる間に音楽の方が楽しくなってきてそんなもんやそんなもんや、世界征服よりはそんな大それたことしようとしてる時点でもう無理だから、その大それたことを歌にしようや、はい、俺はそういう派、そうですね、そういう派、そういう派、でもその時はそれをその例えばヒップホップとかって、うん、メタファー、比喩表現、暗喩がすごい組み込んであるじゃないですか、うん、そういう暗いことでもメタファー使えば面白くなって、うん、そのラップのネタになるっていうか、うん、なんですけど、その頃はもうストレートに書くことしか分からなかったんで、あなるほどな、暗いもうそのなんていうんですかね、もう絶対受けられへんわそうだね、どっちにもならへんやつですね、聴衆に訴えるわけでもなく、ネガティブだけ、そうそうそう知りたいっていうタイトル知りたいっていうそうなんですよ、そんな時期があったんや、はい、あ、ありまして、まあでもね、うん、友達、まあ、特に音楽やってる人だって変わってる人多いんで、うんうん、だから基本多いな、変わってても全然 OK な、うん、変わってる人も OK な、ある朝僕が変わった人いるんだ
突っ込まんとこほっとこ無視する放置放置そこ一回世界の終わり様やろ眠り姫や眠り 眠り姫世界の世界の終わり様のでも意味がわからないっす世界の終わりというアーティストがいてるのああ若手の若手でなんですか世界の終わりえそれがバンド名なんですかグループ名でグループ名眠り姫っていう曲やりよったなうんあのエンドオブは眠り姫っていう曲があってまあ言うたら、うん、あのまあいつかまあ、はい、いつもこうかくれんもしてねんけど、はい、いつか探しに行けへん時が来んねやろなみたいなそういう割とな、ええんよ泣けるんよ眠る姫このまま起きないかもしれへんなみたいな、はい、いうのを寝顔見ながら考えてるみたいな歌をあれ鬼ごっこしとってそいつが世界の終わりってなんでタイトルつけたかの言うてたけどあの一緒あの動機があ動機がですかみんな死んだらいいってじゃあその逆やねんけどなあ俺なんかなんで生きてんやろあーそっちですか何の意味があんやろ俺なんかっていうのをずっと思っとってもう死んないねと思っとっててやねんけどもなんとなく音楽やりそういう音楽でやりだして、はい、やってるうちに楽しくなってきてのバンド名の勝負で世界の終わりだからいつも世界終わろうと思っとった自分の世界終わらそうとあ自分終わらそうと思っとったから自殺願望があるんですね自殺願望があの俺の存在を全くないものですよどっちかというとあの終末思想の感じですねそ存在を下に持っていくっていうのがオイラなんでねあ、ゲドウまたゲドウの話だったもう今度3人集まってまたゲドウの話したらもう長なるわ長なるわこれワリザゲドウ大ゲドウ中ゲドウ小ゲドウてっちゃん、あの小ゲド入るのちょっとやめた方でええんちゃうまだまだもうちょっとちゃう方向を見つめてから選択肢なくなってから来た方でええんちゃうかいやでもね、もう無理ですわもう後戻りできないです、まあ、戻れない戻れないし、まあ、ねえ、なんていうんですかねほんなら桃木行かなかんな、さまあ、今言うたよそうですね、もう生き切る以外ありないっすからね僕生きていく道ふわふわって落ちたらあかんからなそうですね、もうそうやったらもうあの弾丸のごとく突き抜けていってもうそこの底まで行くっていうそこの底は表やねわかるこういうことですね、そこの底は表に当たんねん裏返るわけですねどん底どん底ですかいや どん底の底はほんなら何ですかどん底の底は何ですかはい表でしょ裏の裏もう見えてないとこ行ってまうよだからちょうどあの言うたらこうお椀がありましてはいこのお椀どん底の底を、はい、ボーン行ってもたら、はい、テーブルとお椀の間やどん底どん底の下はテーブルとお椀の間まだでも下ありますよこの下だからテーブルまでぶち抜いて、はい、床がありますよ床まで行って床もぶち抜いてブラジル行けねブラジル行けるんですかほな表行けるねそうですね地球の裏側ってそうそうそうやっぱだから裏の裏の裏のずっと裏は表なんで世界の裏側はそうそうそう世界の表側ってそうそういうことや違う位置の表側そうそうそう立ち位置は変わるけどな立ち位置は変わります完璧に変わりますよねもう3番になるからな3番になる180度ちゃいますからねそう、イキシナはごっついあのブルースから入ってやな演歌入ってやなずーっと抜けたら3番になる3番のリズムでそれ新しいですねそう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 ぶち抜けたら3番になるよいやでも音楽結構似てません、うん、あの最初入りはこれやけどそうそう行ってるうちにどんどん変わっていってだって実はあの人昔はドラムベース回してたんやでとかいう DJ とかたくさんいっぱいおるな、はい、最初はヒップホップやったのに、うん、今バンバンテクノ回してるとかそんな俺もあったわヒップホップだけやってる表でやろ実はいろいろするんやとこのお店に集まってくるお客さん見てたら分かりますよそんなヒップホップ以外の方が楽しいんやなっていうあかんやんそれヒップホッパーや俺は
ヒップホッパーやねんけども、けどヒップホッパーやから。いや、ヒップホップというこの ビートを使って違う音楽やってあるじゃないですか。じゃあヒップホップいう精神を使ってちゃう音楽してる。ちゃう。そうそうそう。精神はヒップホッパーやけどな。精神そうそうそう。魂の動き。魂。魂の叫びやからな。ソウルスクリームじゃないですか。叫んどったかあいつら。いや、あんまり感じられないですよね。すごい力抜いてやってはる感じでしたよね。俺のじゃ叫んでるやろ、魂の叫びを。あ、そう。金ないんじゃー。金ないんじゃー。魂の叫びやん。切実な訴えの。どないかしてくれ、ね、魂の叫びを聞いてくれ。ほんまそうっすよね。金、うん、いやでも金あったら何でも大抵のこといきますもんね。いや金あってもでもな、金あったら今度嫌なこともいっぱい来んねんで。あ、そうなんですか。そりゃそうやん。もううち超貧乏やったから。だから金持ちになったら幸せになってるなると思ってるやろ。いや自分が欲しいもんを、うん、思った時に買えるレベルでいいかなっていう。そんなめちゃめちゃ金持ちやん。いやその欲しいもんの度合いがあるじゃないですか。でもその代わりな、はい、それを買うために努力できへんよなんね。あ、金持ちになったらですか。なるとな。あ、でもそのなんていうんですかね、僕あれやったんですよ、小学生の時に家なくて車で車が家になった時があんねんな。車が、まあそんな長いことじゃないですけど1週間ぐらいですかね、うん、もう発狂しそうになりましたね。もうずっと車の中おるんですよ。金くれー言うた。まあ、親父と2人やったんですけど、うん、親父はまあ仕事行くんで、うん、で車から会社に車乗って行くわけにいかない。僕いるから。そうやわな。途中どっか路中させてみたいな、なんかどっかの高架下やったんですけどね。それだけ覚えてるっすわ。でその中で昼飯のパンだけ置いてあって。タイトな暮らしてきたな。これ気狂いそうやねんけどって。で朝飯吉野家ですわ。いやだからそのてっちゃんがあって今のてっちゃんがあんねんから、わかる。これ、はい、そのてっちゃんがあってこそ今のてっちゃんがおんねん。そうですね。そうやろ。そのてっちゃんがなかったら今のてっちゃんおらんねん。まあ親父見てたら、親父結構めちゃくちゃなんで、うん、大抵の人あ大丈夫っていう。大丈夫、親父比べたら大丈夫、大丈夫の方やわ言うて。だっていい鉄下駄があったんですよ。鉄下駄履いて走りに行くんですよ親父。回っとるわ。親指一本で腕立てするの俺ブルース・リー以外初めて見ました。あ、親指で腕立てするの、はい、大山抹殺っていうんですか。はい、極真に作った人ですか、はい、あれですよね、牛殺す人、牛殺す人ですよ、ね、あのビールをパーンってやる人ですね。ビール瓶を、え、ビールを飲まして酔っ払わしてほんで牛を殺した後に焼肉して食う。焼肉して食う。素手で自然石はいい。もう硬いですよね。自然石硬いですもんね。さすがにそれは割ってなかったんですけど、うちの親父。一回極真か何か分からないけど、空手の人がバーッ出てきて、はい、ココナッツを割っていくやつがテレビでやっとったわ。ココナッツ、ココナッツを割っていくね。あれ相当かわいい。一個も割れへんね。ダメじゃないですか。一個も割れへんね、ずっと。ダメじゃないですか。ガーガーガーやって一個も割れへんかったな。いうの一回見たことあるわ。テレビでこう割らなかった。ココナッツはね、現地の人うまく割りますよね。現地のやつよりかすごなかったよ。すごくからでかの方でガーンガーン1個割れんかった。最後やめとったもん。1分とか言って、1分で何個割れるかみたいなことやっとって、でレイコンスガーンガーン途中でやめて30秒ぐらいで痛かったよ。痛かったんすね。もうちょっと売れたやつ持ってココナッツあれもね、多分硬いのと柔らかいのと、そうそうそう、あーそうですよね、熟し具合でちゃうはずでしょうね。となんかあれ隙間があるから割れるって言いました。氷とかも瓦とかもあれを敷き詰めたら割られへんけど、あーなるほど、ね、うん、隙間があるからその威力が、うん、で氷もあの凍らしてすぐやったら気泡があるんで割れやすいらしいんですけど、うん、逆にあれ溶けると割れないらしい。あーそうなんや。時間が経つとその穴が全部埋まるんで、
あのこ氷割りの終わった後の氷はどないすんねやろな。かき氷するんじゃないですか。全然ちゃうのわからん言ったけど。あれはもったいない。あんなそうですね、あれ買ってこんねやろ。そうだ、あもう一回凍らすんだ、集めてまたバケツ溶かして水でええやないですか、それやったら。普通に真水でね。だからあのウイスキーがなんか置いとったらもうサービスになると思う。あ、入れてください、入れてください。お客さん勝手に入れてください言うて。お水飲みよ、お前わんのにもったいないやないか。でも吸うてもう一回凍らせ。吸うて。もうあの全然ここが霊気やろな。霊気霊気で霊気もう一回もう一回霊気ですごい霊気でじり取りかなんか。じゃあバケツ行くんで行ってでもう一回凍らして、はい、みんなあの白帯の人がな白帯の人があのそれはさすがに黒帯はそれはせんした。それ白帯の仕事になるんですね。黄帯とかもあるなあ。空手、あそうですね、黄色、茶色、青、なんか黄色って出すさよな。緑ですよね、多分黄色下の方じゃないですか。な茶色が多分一級かなんか、ね、あそうなんや。黄色なんかつけたないわ。帯と間違えるわ。あんなあなまあ帯やねんけど。なんかあのちょっと違うわ、うん、なんかマイク持ちいや俺映ってないから大丈夫ね。このアングルしたの。あ、スイッチはこれにしてたの。今日はてっちゃんメインてっちゃんメイン画面。僕の方にずっと来てるんですよね、はい、てっちゃんメイン画面になってるから。今日て俺の釣りのてっちゃんの話して。てっちゃん、はい、全然てっちゃんいっぱいおるんでね、してください。俺の友達のてっちゃんな、はい、見てんねんけど、はい、あのいっくんっていう友達がおってやな、はい、俺ら3人友達同士やねん、はい、なでそのいっくんがホルモンの串焼き屋をやりやったわけ、はい、バーをずっとやってたけど南で、はい、あてっちゃんてっちゃんやん。その前はディスコ時代、みんなディスコのスタッフやって、はい、ほんで、まあ、ディスコの時代を一緒に過ごしてる仲やねんけど、はい、まあ、てっちゃんの方はもう普通にあの昼間のお仕事するようになってんけども、はい、あのそのいっくんの方は、はい、ずっとバーやってて、はい、結局客もついとってんけど、はい、結婚してほんでなんかもうちょっと硬い方に行こうと思ったか知らんけど、はい、あの昼弁当やって、はい、夜は飲み屋みたいな、はい、あなんかやるってホルモン焼き屋やったわけ、はい、それ噂ホルモン焼き屋ですね。串の串ホルモン焼き屋さっき言ったような先のそのローブのおっさんのなみたいな、はい、そこにな俺気になった時に行かれへんやん、行かれへんやんか、はい、でほんならてっちゃんが電話って、はい、であの磯を見せいっくん店やってたしな言うて、はい、そうやねんって言うねやんか。出会ったって聞いてやんか、はい、行った行ってきてん言うねやんか。ほんでどうやったって言うたらミノ頼んでって言うねやんか。またミノですか。ミノやねん。どうやった言うたぐにゃぐにゃやねん。田楽みたいやねん。田楽そうだここで言うた友達の店に言うたそんな言うたあかんでしょ今。最悪やんそれ言うてあの身のようなキュッキュッて言うな。あのコリコリ感ってコリキュみたいな、ね、あの、まあ、あの肌っぽいですもんね。あれがイカと貝柱の間ぐらい間ぐらいですね。あの感じがええんであってでぐにゃぐにゃ飲んでしかもちょっと甘いんやろな、なんか味付けが。あ、田楽っぽい。田楽みたいな感じの白味噌みたいな。うわ、最悪やねほんでな、まだあんねん言うねんまだあるむっちゃ仲いい3人やねむっちゃやねん。何何って聞いたらキムチ頼んでって言うてんのどうやったって言うたら酸っぱいねん言うな。参加しとるもんそれは居酒屋ではしゃあないで居酒屋とかそこは飲み屋やったらな朝食キムチ酸っぱいのしゃないホルモン焼き屋でキムチ酸っぱいそらいかんな言うとねせやろって言うねやんかまだあんねんって言うねやんかほんでいっくんがてちゃん名前よくって言うてんねな名前よく言うたらうんあんのグワって言うたらどないしたと思うって言うねやんかえどないしたん言うたら串に刺したる肝を皿に並べて出しよんねん一緒かいほんでどない思うって言うねんな素晴らしい言わないと別の子な冷蔵庫が出してくる思うやん生肝あるねんみたいなそうですね普通に悪焼き肝を並べただけのやつを
ごま油つけてそうそうそう、ほんでほんでしゃあないから嫁はんに一言口も食わさんと全部俺が食べたちょっとなんかフォロー入れとかなあかんすよこれもうミス死ねよもうフォローの入れようもないあれやったんすねそれしもうしまってしゃあないですね、うん、原因も分かりましたわ今のではい、そんなこともあるんですね。でそうですね。てっちゃんのてっちゃんやな。はい、てっちゃんのてっちゃん。でも勝手に続けてください。すごいあのセルフバーなんですね。そうそう。はい。してください。あ、お金払ってくださいよ。ちゃいますちゃいます。おいしかったほんなら払ってください。自分で作ってですか牛めじ80円まあ、牛めじ80円って安いなすごいですねえどこの松屋ですかそこ近所恵比寿町あ半回あっこの松屋あのちょっと横キヨラーメンとかのその隣やねその隣やね、はあ、今も80円なのか、うん帰って帰りや帰りいや持って帰ろうかなってお持ち帰りいけるんですかねだ80円やからな、はい、あ持ち帰ったら怒られるんちゃうかそんな容器代だけであれ10円くらいしますもんねそう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 そんなんなん原価割れもええとこですよねそうそんなんなるやんあもうそうそうちゃんとした話しようかもう時間そうですねちゃんとした話しようやもう40分経ってるし、はいはい次ライブの話とかあそうですね次この間も言った15日来週ですよねはいあの高槻ポッセとか高槻あヤクーのそうですねヤクーヤクーも出んのヤクーくんは出ないみたいなんですよあ出えへんのあのノアのとこでなんかしてたあジャブとか あとアティウスっていうやつがいて、うん、ライオンズロックヤクーとやりたいなーなんかヤクー君ですか、うん、まあバーしヤク君、ま、バーしてるもんな、うん、お店してあるからなかなかやっぱ抜けれないみたいなそうだよな一人でやってんのあれいやあの一応従業員いてるんですけど、うん、従業員何人かいてますよあそうなんや結構いてますよ3、4人一回やめとったのになあそうなんですか人にあのやらしてもうあのもうやらしてっていうかもう全部あ任して任してもう自分ちゃう仕事する言うてええー、そうなんですかいや、うん、俺もで戻ったんやみたいなあそうなんですねえ、まあ、オーナーですよねオーナーオーナーオーナーこのだからもう、まあ、儲からんからやめようかみたいな一回こうまあ今のうちとこみたいになってんいや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 今のうちとこみたいになっていやいや継続は力ですよそっから復活したからな続けていけばお客さんもついていきますよそういうこともなあの、はい、ヤクーにいろいろ聞きたいな思ってあお店今度ヤクーくんゲスト呼びますあそうやそうやそうやヤクー来てヤクーくん来てヤクーくんぜひ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 来てくださいはい、はい、とまああとあの東京のダメレコっていうとこのダメレコはいダメやねんダースレーダーっていうああはいマイカデリックするマイカデリックじゃないや、うん、何やったかな名前忘れてしまったんですけど、うん、そのグループ、はい、がなんか来るみたいですね一緒に出んねやん、はいまあ、一緒にっていうかゲストみたいですね、うんまあ、僕はいわゆる前座ですねあその時に俺バック DJ したいのあいやそれはあのその後バンドでやるんで、うん、でその次の週も同じとこであのゴストラットっていう、うん、レベルファミリアっていうダブ の、うん、あのユニットがあってでそのゴストラットって人とドライ&ヘビーっていうダブバンドのヘビーさん秋元さんって人かながベーシストのと2人でやってるそのベーシストじゃない方の人がなんか来はるみたいであそうなんはいへでその時ぜひ KG さんにしていただきたい DJ 久しぶりに、はい、私、ライブ DJ をやりますんで、はい、みんなよければ、はい見に来てください結構結構やるんやでほんまに、はい、みんな知らんだけでいやあのいつもセッションで見てくれてないやん誰もじゃあその時ちょっと見てもらいましょうちょ見てもらおう、はい、披露しよう、はい、その時にな今日は何しようかもう今日もなんかやっぱ締めはなんか一曲しとこうやそうですね、何しましょうか今日ここジャンベ出てるもんあジャンベでいきますかジャンベでいこうやじゃあ最初僕がビートボックスであおそれで合わせますジャンベとそうそうやなほんならそれでまああんまり僕もビートボックスアウトすると言うてやなんか合図出してやはい
あ、するっすか。いや、あかんの。ええー、ほんとベースしてください。ほんと鳴るようにしますわ。毎度おなじみ3人のセッション始まりました。ケイちゃんとてっちゃんのトーンでこれこのセッションイエスセッション、いい感じならこの場所にここに見に来てくれ。新世界丸さ、この音聞いて上がるさ、丸さで上がるさ、丸さで上がるさ、うん、このこと聞いてくれ、上がってくれ、上がってくれ。3人のセッション続く、いつまでもビートがきっと体中を浸透させるこの期間、期間知る振動、うん、ビートの隙間から言葉突き刺すかのような、ほらほら松山80円、何周年かのもしかしたら記念、アニバーサリー腹いっぱいになるぜ、3杯食っても240円。やばいやばいやばい、グループうねるベース、このペース保ちつながらのビートのフレデムドーゴー、本当の投稿よくわかんないなら適当に乗ってけよ、フリーでフリーで音がそこら中からまた鳴り出してくる、体中を駆けめぐる、ぐるぐる回ってる知ってる、ぐるぐる回ってる知ってる、そんなことは遠くの昔から言われなくてもガッテラヘラヘラ笑いながら、また適当な言葉並べてるだけ、フリースタイルで楽しいセッションがいつまでも続くし、耳しんな言葉そこら中から吐き出しながら、また想像ってどうこう言ってもそう決めてもどうどう、あめぐるえぐるぐるぐる、ビートの上また自由に自由にフリーダムにこのまま漂い続けてる言葉が、この音がそこら中からも Hold on No 適当に何言われと適当ブラって言葉してもいつの間にか、はい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 、もう一回回ってくる、ほら回すこんなループこのグループ、メンス突き刺すかなのようにの音でもどんこミートの上でもってマンデとノリノリ、言葉がまた突き刺すかのようにほらホールダウン、上がって上がって上がってやんぼ、いや全然、いやー今日もやばかったですね。はい、ね、今日も、ドン、6回目。6回目でした。次は7回目まで、7回目、ご元気よこんな感じかな。ご機嫌よご機嫌よ7回目じゃあ、また来週やと思います。ご機嫌よはい、おしまーい。